私に任せろ、カナタ。なんと羽次郎のねセリフが聞けちゃうんですよ。横から見た時のこのキャノン砲の立体感すごいですね。大きく翼を広げて大迫力のソフビになっています。バンダイマニア、ガチョンガチョン、どうもガチョスです。元気もりもりもりちゃんです。今日紹介するのはこちら、電脳魔人デラックステラフェイザーウルトラ怪獣シリーズです。今回もですねウルトラマンデッカーのアイテムをたくさん紹介するんですが、なんとテラフェイザーですね、新たな防衛軍メカとして登場しました。もちろんこのテラフェイザーはですね、こちらにあるソフビたちとこう組み合わせて遊ぶこともできますので、今持っているこうソフビシリーズをさらにこう楽しめるというような商品にもなっております。そしてね、なんか見覚えのある怪獣やら、新しい怪獣やらがたくさんおりまして、今日はこちらのアイテムを皆さんにしっかり紹介していきたいと思います。それでは早速、やっていこう！バンマニ！まずは電脳魔人デラックステラフェイザーから見ていきます。こちらがですねガッツセレクトの新たなメカになるんですが、ガッツファルコンやガッツホークとはまた違ったタイプのメカになっております。ちょっとぐるっと一周見てみましょう。カラーリングは黒と水色になっていて、すごいかっこいい見た目をしております。この左右のね腕の感じがそれぞれ違うのもいいですね。こっちはちょっと鋭い感じになっていて、こちらなんかクローハンド的なこう何かをつかめるような腕になっております。そしてこの顔周りの模様もすごい細かくて、肩のこのグラデーションも超綺麗です。背中のこの部分にボタンがあって、ここを押すことでいろいろな音声を楽しむことができます。さらにこのテラフェイザーはフェーズ1とフェーズ2の2つのモードで楽しめるようになっております。まずはフェーズ1の方から見ていきましょう。顔の部分がこの逆三角の模様と、あとこう全体的に描かれたこの2つの顔があるんですが、この後ろにあるここのダイヤルをこう回してあげることで、さっきの顔の模様を切り替えることができます。この三角の状態にして後ろのボタンを長押しすることで、このサウンドが鳴ってフェーズ1のモードになりました。この状態で後ろにあるボタンをターン押しすることで、テラフェイザーが歩いてる足音や、ここは私に任せろ、カナタ。なんと羽次郎のねセリフが聞けちゃうんですよ。このテラフェイザーにはどうやら羽次郎が乗ることもあるみたいで、羽次郎が乗った状態のこのテラフェイザーの遊びも楽しむことができます。このテラフェイザーはサウンドだけじゃなくてね、可動もすごいしまして、こう腕こうやってグワーッと動かしたり、足もこうやってね膝も曲がったりするんですよ。あ、すげえ、走ってる感じもね出せます。この辺もこうくるくる回るようになってるし、この右腕の方には驚きの仕掛けがありますので、これについてはちょっと後で説明しようかなと思います。続いてフェーズ2にちょっとモードチェンジをしていきましょう。さっきやったダイヤルをねこうぐるっと回転させて、後ろのボタンを長押しすることで、さっきとは違ったサウンドが鳴り、フェーズ1からフェーズ2へとモードチェンジをすることができました。この状態で後ろのボタンを倒すことで、また違ったサウンドが楽しめます。先ほどフェーズ1の時にもあったこの足音や、このような鳴き声の音声、さらにそうなガトリング音声まで楽しめちゃいます。今鳴らした音声はほんの一部なので、他のね音声は皆さんゲットしてから楽しんでいただければと思います。そしてこのテラフェイザーのこの肩のパーツなんですけど、これグッと前に出すことができて、TR メガバスターでとどめた。この肩のパーツを前にグッと持ってくることで、TR メガバスターモードにすることもできます。横から見た時のこのキャノン砲の立体感すごいですね。超強そうな技を使うことができます。この状態でまた後ろのボタンを押すと、このように TR メガバスターのチャージ音が鳴って、鳴っている時にもう一度ボタンを押すと、TR メガバスター、ファイヤー！このように TR メガバスターの発射音と、そして爆発音が楽しめちゃいます。サウンドすごい、超強そう。
この TR メガバスターはですね、フェーズ2の状態でも楽しめるようになっていて、フェーズ2の方ではまた違った音声が楽しめるようになっております。フェーズ2のサウンドは近日中にバンマニのショート動画で公開しますので、楽しみにしていてください。そしてこのテラフェイザーですね、まだまだ驚きのギミックが隠されております。この右腕なんですけれども、ここにある棒をですね、こうやってグッと押し込むことでいきますよ。このように腕を伸ばすことができるんです。このそれぞれの間に水色のパーツがグッと出てきて、腕がね長くなります。さらに先ほど押した棒をグッと押し込んであげると、ここ見ててくださいね、こんな感じで手がこうギュッと掴むような動作をするようになるんですよ。あ、これすげえ。この後紹介するこのウルトラ怪獣シリーズのライバッサーを用意したんですけども、なんとこのテラフェイザーですね、こうソフビとかを掴んで遊ぶことができるんですよ。ライバッサーの翼をガシーンとこう掴んで、動きを抑えてる間にこうデッカーのね必殺技を使うとか、そういった遊びができるようになっています。このテラフェイザーをゲットすれば、いろんなソフビと組み合わせてたくさん遊べますので、ぜひ皆さんゲットしてたくさん遊んでみてください。こちらの電脳魔人デラックステラフェイザーは9月24日発売予定です。続いてはウルトラ怪獣シリーズを紹介していきます。まずはウルトラ怪獣シリーズ181スフィアレッドキングから見ていきます。あのレッドキングがスフィアに侵食されてしまいました。全体的なカラーリングがね、レッドキングの名のごとくすごい真っ赤になっていて、あの後ろの部分とかも本当に全身真っ赤です。でこのちょっとトゲトゲした感じもしっかりソフビで再現されていますね。牙とかも超凶暴そうな感じになっており、顔もなんかね、普通のレッドキングの時よりちょっと悪そうな感じになってるんですよね。そしてこの正面を見るとね、スフィアに侵食された証であるこの白っぽい水色っぽい感じのカラーリングが施されています。もちろんね、こうやって腕がガーって動いて、ウルトラヒーローたちとこう戦わせることもできますし、この後ろの尻尾もですね、こうやってぐるんと回転するので、こう尻尾でバーンと振るような遊びも楽しめるようになっています。こちらのウルトラ怪獣シリーズ181スフィアレッドキングは現在発売中です。続いてウルトラ怪獣シリーズ182グレゴール人グレースです。こちらもウルトラマンデッカに登場するキャラクターとなっております。超スタイリッシュな見た目をしていて、大きな大きなねマントを羽織っております。このマントの裏地の金が超綺麗でキラキラ輝いておりますね。でよく見るとすっごい細かい模様がねびっしり入っております。マントの裏地の金とこの体のねゴールドの色が微妙に違うのもポイントですね。そしてこの顔はね、ちょっとこうニヤッとしてるような怪しい表情をしておりまして、悪そうな感じがすっごいソフビからも出ていますね。このグレゴール人グレースは腕がねこうぐるっとこうロール回転するようになっております。手開くとちょっとパワーを蓄えてるような感じの姿になります。そして後ろから見てもこのマントのシワの感じがすっごいリアル、どこから見てもかっこいい。ウルトラ怪獣シリーズ182グレゴール人グレースは現在発売中です。さあ続いてはウルトラ怪獣シリーズ183偽ウルトラマンダイナミラクルタイプを見ていきます。こちら偽ウルトラマンダイナミラクルタイプとなっているんですが、本物のウルトラマンダイナミラクルタイプとどこが違うかわかりますか？動かしておきますので皆さんお考えください。はい、というわけでですね、違いは体と頭に入っているこのゴールドだったり黒のラインがね、本物のウルトラマンダイナミラクルタイプにはないんですよ。では早速見ていきましょう。まあ、基本的な形はウルトラマンダイナミラクルタイプに似ているんですけども、ところどころカラーリングが変わっております。いや、なんかパッと見ねすごいいいやつ感あるんですけど、ウルトラマンダイナでグレゴール人が化けた偽物ですからね。この偽ウルトラマンダイナもこうやって腕が動くようになっておりますので、それこそウルトラマンダイナミラクルタイプとこう並べて戦わせるみたいなこともね、この偽ウルトラマンダイナミラクルタイプをゲットすれば楽しめるようになっております。ウルトラ怪獣シリーズ183偽ウルトラマンダイナミラクルタイプは現在発売中です。続いてはウルトラ怪獣シリーズ184スフィアソルジャーです。こちらのスフィアソルジャーは2個セットになっております。第1話でスフィアソルジャーが大量に攻め込んできた時、めっちゃ焦りましたよね。今回このスフィアソルジャーをゲットすることで、そのシーンがね楽しめちゃうというようなアイテムになっています。早速見た目を見ていきましょう。このねスフィアソルジャーの絶妙なカラーリングがすごい再現されていて、隙間のこのメタリックグリーンが超綺麗です。内側からこう発光しているようなスフィアソルジャーの見た目にそっくりになっております。これ1商品ゲットするだけでスフィアソルジャーが2体手に入りますので、それこそこれをたくさん用意すれば本当にこうビュン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 とスフィアソルジャーを飛ばしているあの第1話のシーンも
楽しめちゃいます。ぜひこちらたくさんゲットして、ウルトラマンデッカーのねソフビたちと組み合わせて遊んでみてください。こちらのウルトラ怪獣シリーズ184スフィアソルジャーは現在発売中です。続いてはウルトラ怪獣シリーズ185ライバッサーです。ここまで紹介してきたソフビとはまた全然違ったフォルムをしておりますね。大きく翼を広げて大迫力のソフビになっています。まずこの特徴的な翼なんですけども、黄色からこう紫にねグラデーションがかった色味が超かっこいい。さらにこの辺はシルバーの塗装が施されています。お腹のラインも超綺麗ですね。このライバッサーは多分正面から見るよりちょっと角度をつけてあげた方がより大きさがわかると思うので、ちょっとぐるっと見てみたいと思います。うわ、横のこの姿超かっこいいじゃん。正面はもちろんなんですけど、横とか後ろとかね、この毛並みの感じもすっごいリアルで、今にも飛び立ちそうな見た目をしています。かっこいい。よく見るとね、ちゃんとここに腕もついています。このライバッサーは足がね、こうやって動かせるので、ちょっとこうやってね、下を向かせてあげたり、逆にこうぐーっと広げてあげたりと、いろんなこう、ポージングで楽しむことができます。やっぱこうね、バサバサ飛ばしてね、遊びたいですよね。顔をよーく見てみると、この目とかね、つぶらな瞳でちょっと可愛いのもいいですね。ウルトラ怪獣シリーズ185、ライバッサーは9月24日発売予定です。最後は、ウルトラ怪獣シリーズ186、スフィアネオメガスです。こちらもね、すごい大きなド迫力なソフビとなっておりまして、この正面から見ていくと、全体的なカラーリングは濃いブルーになっていて、腕の部分が赤くなっており、この爪や顔のこの角の部分、そして胸の部分は、このスフィアに侵食されたようなカラーリングになっております。ちょっとぐるっと一周してみましょう。あ、横顔かっこいいね。この辺りが赤く塗られているのもすごいポイントです。そして背中がね、超ゴツゴツしていて、このまま尻尾もしっかりあります。うわ、造形細か。怪獣のね、ソフビ何度も言ってるんですけど、本当にクオリティ高いです。前から見ても横から見ても後ろから見ても超かっこいいソフビとなっております。このスフィアネオメガスはですね、こう腕がもちろんこうやってガーッと動くので、大きな爪でこう戦っているところを再現したりとか、尻尾も動くので、こうふんと尻尾をこう左右に振るみたいな遊びも楽しめちゃいます。ウルトラ怪獣シリーズ186スフィアネオメガスは10月1日発売予定です。バンマニー！はい、ここまでデラックステラフェイザーとウルトラ怪獣シリーズ紹介してきましたので、今日はね、ちょっとこれらを組み合わせて写真を撮りたいなと思います。あー、いいね、いいね。はい、背景シートとかを使うと超かっこいい写真が撮れますので、早速撮っていきたいと思います。はい、無事に写真が撮れました。撮った写真はこちらです。はい、このように背景シートと組み合わせると、すごいかっこいい写真が撮れます。このテラフェイザーの腕でライバッサーをしっかりガシッとね、掴んでいたり、もうスフィアソルジャーが飛んでいたりと、いろんなシーンをこう想像しながら、かっこいい写真を撮ってみました。ぜひ皆さんもゲットしたら、いろんな写真を撮って遊んでみてください。今日僕たちが撮影で使った背景シートは、ワンダースクールからダウンロードして使うことができます。毎週土曜日には、ウルトラマンシリーズの写真フレームが、ワンダースクール公式アプリに追加されます。キャラクターと一緒に撮影できる写真フレームだったり、キャラクターの技フレームなど、いろんなフレームがあるので、ぜひたくさん使ってみてください。バンマニ、今日は電脳魔人デラックステラフェイザーウルトラ怪獣シリーズを紹介しました。デラックステラフェイザーすごくない？超遊び応えあった。私自身もソフビとかってやっぱいっぱい集めちゃうから、ソフビと連動できるっていうのがね、一番熱いですね。やっぱり一緒に遊びたいもん。組み合わせて遊ぶのはもちろん、単体のこのギミックもたくさんあって掴めるし、このモードも切り替えられるし、肩パーツがキャノンになっちゃう、もう驚きがたくさん詰まっておりました。そしてね、可動域もたくさんありますので、その辺をこう駆使してボスに持っているソフビだったり、今回新しく登場するソフビたちと組み合わせてたくさん遊ぶこともできます。このソフビたちも一体一体本当にクオリティが高い、どれもねゲットして遊びたくなるようなアイテムとなっておりますので、手に入れたらたくさん遊んでください。電脳魔人デラックステラフェイザーは9月24日発売予定。ウルトラ怪獣シリーズ181スフィアレッドキング、ウルトラ怪獣シリーズ182グレゴールジングレース、ウルトラ怪獣シリーズ183偽ウルトラマンダイナミラクルタイプ、ウルトラ怪獣シリーズ184スフィアソルジャーは現在発売中。ウルトラ怪獣シリーズ185ライバッサーは9月24日発売予定です。ウルトラ怪獣シリーズ186スフィアネオメガスは10月1日発売予定。またバンダイから発売されるウルトラマンデッカーの商品を撮影した写真を投稿するウルトラマンデッカーフォトコンテストがワンダースクールで開催中です。ぜひ概要欄をチェックしてください。
ウルトラマンデッカーはテレビ東京系にて毎週土曜朝9時より放送中。うまい手間が気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。